アルティガス県は、ウルグアイの北端に位置する県。1万1928平方キロメートルに7万8019人が暮らしている。県とは、アルティガス。県名は独立戦争中、ウルグアイ側東岸に住む人々を束ねたホセヘルバシを、アルティガスにちなみ名付けられた。彼はこの地域でスペインと戦った。制約のない民主主義、連邦制。 土地改革を推進しようとする彼の思想は、ブエノスアイレスの支配階級らと相反するものだった。彼は、現在のウルグアイを含めた、アルゼンチンの州の組織、リーガフェデラルを率いたが、この地域での戦争には、スペイン、ポルトガル、アルゼンチンが介入し、ポルトガルの侵攻を知った。彼はパラグアイに逃れて1850年に亡くなった。彼はウルグアイで、 国民的英雄として崇められているが、彼の急進的で革命的な思想は反映されていない。普通選挙と子供の授業料無償化は数十年前に実現したが、土地改革は未だ行われていない。北と東でブラジルと、西でアルゼンチンと、南でサルト県と、南東でリベラ県と、それぞれ接する。ブラジルとの国境の一部には係争もあるが、 ラテンアメリカ諸国の多くの領土問題とは、異なり近年の両国の友好関係には、影響を及ぼしていない。中部と東部は、玄武岩の消すた地形で、クワライ側がガに堆積平野が広がっている。ベレン山地などの山地もいくつか見られる。西部は、中石平野となっている。年平均気温は、摂氏19度以上と国内で最も高い。 年間降水量は1 4 0 0ト、mm、ル県は法の制定に伴い1884年10月1日に設立された。ウルグアイ史上特筆すべき出来事であるマソリエルの戦いはアルティガス県とサルト県の県境に位置し、ブラジル国境にも近いマソリエルで起こった。ベイリアウニオンの農園県内の小入道から、 産出されたアメジストの断面アルティガス県では特殊な気候条件を活かし、ベアウニオン市を中心とした国草地帯が形成されており、生花、砂糖キび、米などが栽培されている。その他の地域では畜産が基幹産業となっている。宝石も産出されるため、アルティガス資近郊では宝石加工業も盛ん。 アルティガス県はウルグアイで最も平均所得の低い県である。2004年の国勢調査時点で県内には78,019人、21,907世帯が住んでいる。1世帯あたりの平均自民は3.2人で、女性100人に対し男性は100.4人いる。人口1000人以上。ありがとうございます。